どうもこのはやです。今回は Google 検索のコツをご紹介したいと思います。 Google 上には結構ですね、良質なコンテンツが増えてきています。これは Google 側が良質なコンテンツをですね、なるべく検索上の上位に表示させようとしているからですね。そういった記事っていうのは大体網羅性があったりとか、かなり丁寧に解説されているものが多くなってきています。そのため Google 検索をすれば、ある程度わからないことでもですね、知識を蓄えることもできますし、さらには問題解決もしやすくなってきました。そんな状態なので Google 検索を利用しないっていうのは非常にもったいないことです。そもそも Google 検索を活用していくっていうのは Web を活用する上で必須なことです。なのでなるべく自分でも検索できるように、ちょっとしたコツなんですけど、それを解説していきたいと思います。まず一つ目が、わからない事柄とはで検索していただくということです。例えばワードプレスについてわからないっていう場合はですね、ワードプレスとはで検索をしてください。上位に来た3つの記事を見るだけでも、おおよその概要っていうのはつかめてくると思います。そもそも上位に来る記事っていうのはかなりわかりやすく解説されているはずなので、どんなにウェブに疎くても分かってくると思います。その上で、さらにわからない単語を深掘りして検索をしていくということが重要になってきます。この深掘りしていくっていう作業が結構重要だったりします。例えばワードプレスとはで検索して、ワードプレステーマっていうものがどういったものがおすすめなのかってなったら、ワードプレステーマおすすめなので検索をしてください。もっと言うと、ワードプレステーマおすすめ2020とかで検索すると最近のトレンドが分かってきます。そういった感じでどんどん深掘りしていくっていうことが重要になってきます。あとは実際にやってみるっていうことも重要です。で、実際にやってみて分からないことがあったら、さらに検索していただくっていうことになります。例えばワードプレスとはで検索をしていただいて、ワードプレスの大体の導入方法が分かったら導入をしてみてください。次にぶち当たる壁として、導入直後に何をするかになってくると思います。それも検索していただければ情報が出てきます。そういった感じでどんどん深掘りしていくってことが重要になってきます。あとはウェブで言えば、なんかエラーが出た時にですね、そのエラー内容をそのまま腰消して検索してみてください。といった感じで、今回ワードベースを例にしましたが、他の事柄でも応用できますので、実際に検索をしてみてください。こういった知識を一つ一つですね、深掘りしていくのがめんどくさいのであれば、なんか有用の教材をですね、購入する必要があります。むしろ有用の教材というのは、こういった一つ一つの手間をですね、なくしてくれる、順序立てて体系化して学べるっていうところが価値になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。